新潟がある程度ボール持ちながらになるかなと私は思ってます。いや本当ねそれね予想難しくて、はい、じゃあ一方の山形がそんな簡単にボールを渡すか。前半スタートです。もう一度島田から中島、島田ここで浮かせる、流れてきた、新潟先制、矢村、のところで山形の選手2人がねボールの処理っていうのはなかなかここ難しくて、半田選手も含めてマイケル・ジェームス選手と高野選手のところに山形の選手2人立ってます。あそこをなんか開けようとしてるんですよね、はい、山形の選手はね、はい、今もボールを送ったのはそこですね。シュートだ、うん、山形がボールに集結するっていうところを逆にこう、はい、ウィークにしたいっていう狙いはあるんでしょうね。サイドバックの裏で起点を作って矢村、さあ前を向いた、ロメロ入ってきた、ロメロ、ロメロ追加点新潟。のクッて持っていくこの角度、このタッチですね、はい、ここがもう熊本選手からは届かない、はい、この2人の関係ですよね、矢村が流してロメロキープして逆まで持ってくるか。2対1、さあ中島、中島切り返した、こぼれている高見、いや、ここもまずは左で、うん、矢村ロメロで作って逆まで持ってきてでした。はい、ニアに高見が行きました。一番奥に来た、折り返す、新潟残しました、ニアに来た、クロスバー、これは PK か、指先がペナルティースポットを指してましたね。山形 PK です。あ、熊本選手、まあ、先に倒れた熊本選手、さありましたがその先分からなくなりましたね、はい、これ方向合ってましたしね、まあ、シュートスピードでなんとかこうしのいだって感じですかね。フィニッシュ選手、タイムアップです。新潟4試合ぶりの勝利。